もうすでにご存知の視聴者兄貴も多いでしょうけど、改めてもう一度宣伝します。浅野文奈川崎市議が、コラボの問題をかなり深く追求してくれています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。浅野様は川崎市議という立場から、以前よりコラボのお金の使い道に不適切な点はなかったか、協力者の方々と共に調査を続けられています。彼が調べた結果、コラボが地方自治体から受け取った児童保護費を、母外で処理しているという可能性が出てきました。本当にこれシャレになってないんですよ。しかもなぜかまだこの疑惑についてコラボ側からは、一切反論がない状態です。暇空茜様に対しては、コラボ弁護団は割とすぐ反論を出すんですけれども、浅野文奈市議の追及にはなぜか今のところだんまりです。会見の角田由紀子弁護士の爆弾発言のように、だんまりを決め込んでいればうやむやになるだろう。もしかしたらそう思っているのかもしれません。しかし浅野様は風化させる気はなさそうです。彼は知り合いの政治家と連携して、他の地方自治体でも不適切な使い道はなかったか調査を進めています。またマスコミや新聞社等とも情報を共有しており、すべての数字をあえて表に出さずに、今後コラボ側の反論があった時に、その数字が本当かどうか適切にチェックしていく、という方針だそうです。絶対にコラボを逃さないという強い意志を感じますね。当然ながらあくまで疑惑ですので、不正なのか計算ミスなのか、それとも手違いなのかは何とも言えません。ただもし計算ミス等であれば、コラボが適切な説明をすれば疑惑は晴れます。浅野様もそうおっしゃっています。コラボには一刻も早い説明をお願いしたいですね。今回の件、もし浅野様が積極的に動いていなければ、一連の疑惑が明らかになっていなかった可能性もあります。そう考えると恐ろしいですね。コラボの件に限らず今回の件をきっかけに税金の使い方が適切かどうかのチェックが、厳しく行われるようになることを願っています。最新情報は浅野文奈チャンネル、でご覧ください。また浅野様はなんと、青少年保護団体を設立する方針だそうです。彼のツイートから引用します。お正月の動画でも触れましたが、困難な状況に置かれた若者たちに居場所を提供し、自立への支援を行う団体を作っていくことを決意いたしました。コラボさんの調査を行っていく中で、上記のような団体のニーズは確かにあり、現状ではまだまだ支援の担い手は足りないという問題意識を持ちました。全くのゼロからのスタートです。ぜひ皆様のお知恵とアイデア、そしてご声援をいただきながら、一歩一歩その歩みをさらけ出しながら、最も透明性の高い青少年保護の団体を作り上げてまいりたいと考えております。ぜひ動画をご覧ください。新しい団体の名前を皆さんより公募いたします。若者が親しみを持てて、頼りにしやすそうな名前を希望します。あなたのアイデアを、どしどし動画のコメントにお書きください。これは本当に驚きました。確かにコラボの問題点を改善した団体があればいいのに、とは思っていましたがまさか自分で作ってしまうとは、コラボ騒動では本当に一部ひどい人間もいて、具体的にどの弁護士とは言わんが、人間の業を嫌というほど見せつけられてきました。しかし浅野様のような政治家の方が、懸命に動いておられるのを見ると、まだまだ世の中捨てたもんじゃないなと思いますね。また浅野様は次のようにツイートされています。今後この件の攻撃や誹謗中傷は、塩さんではなく私までお送りください。なおもちろんですが目に余るものは容赦しません。コラボに関する暴露を行った塩様には、一部誹謗中傷も寄せられていました。浅野様は塩様から話を聞いた上で、こうおっしゃっています。コラボの対応と正反対ですよね。若年被害女性を盾にして保身に走る団体と、若年被害女性の盾となる政治家、共産党と強いつながりがある二刀夢の様は、くだらない炎上で話題になるばかりで、肝心の若年被害女性への支援事業について世間の注目が集まることはあまりありませんでした。浅野様の行動をきっかけに注目が集まると良いですね。ぜひ皆様も応援をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。